皆さんこんにちは。前回の動画では NX のセキュリティ最新の盗難対策解説リレーアタック編という動画をアップさせていただきました。いきなり予告になってしまいますけども、今回このセキュリティに関しては3部作でお送りする予定です。セキュリティについていろいろ調べてみると、かなりかなり重要かつ深刻なことが分かりました。そのことが今回セキュリティの動画を作ろうと思ったきっかけです。 NX は最新のセキュリティ対策となりましたが、実際にどうなのか、その核心に迫りたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけたらと思います。このチャンネルはレクサスや NX の動画を主に投稿しておりますので、チャンネル登録・高評価もぜひよろしくお願いします。それでは今回の動画についてです。前回セキュリティの一部作目ではリレーアタック編でしたが、今回はその続きとして検証していきます。前回の動画でご紹介させていただいた通り、リレーアタックを防ぐ方法としてその一つに箱に入れるというものでしたね。以前僕もキーポーチに入れていましたが、本来反応しないはずのキーが稀に反応してしまうことがありました。またキーポーチは中にアルミ箔のようなものがあるのですが、薄すぎて電波を遮断できないことがあると、電波を遮断するには30ぐらいにしないといけないというのを聞いたことがあります。他にもこのキーポーチには蓋がついていることから、ここからわずかな電波が漏れているのではと考えていました。そこで今回の動画ではキーポーチでどこまで電波を遮断することができるのか、その使い方、さらにキーポーチ以外にも材質別にいろいろな箱を用意して、実際にこのスマートキーの電波を遮断することができるのかということを検証していきます。ぜひ最後まで動画をご覧いただいて防犯対策にしていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。はい、こちらが以前使用していたキーポーチです。蓋を開けて、この中にスマートキーを入れて閉じるだけで、このスマートキーの電波を遮断できるというものです。はい、こちらのキーポーチ購入したところで商品紹介ページを見ると、ドーニッケル電動性シールドが4枚と書かれておりまして、40構造となっているようです。ここを見るとそれらしいものがね、ここにありますけども、それらが40構造となっているようです。はい、ではこれで実際に電波が遮断できるのか、スマートキーが反応しないのか見ていきます。検証の仕方はですね、このキーポーチにスマートキーを入れて、実際にこのドアノブが反応するかというところを見ていきますね。このキーポーチはですね、ご覧のように本当に簡単な構造で、この中にこのシールドが40構造になっています。そして閉じて遮断できるというものなんですが、このようにわずかにどうしても隙間ができるんですよね。こういったところが僕の前の車で、ここからわずかな電波が漏れ出ていたのではと考えています。それでは実際にね、こちらにキーを入れていきましょう。それではこのキーポーチにですね、スマートキーを入れて、はい、この状態で本来なら電波を遮断しているはずです。そこで反応するのかですよね。はい、実際どうでしょう。開きましたね。開いてしまいました。はいまあちょっと自分でもあまりにもあっさり開きすぎてドアが解錠してしまって、ちょっと自分でもびっくりしましたけど、何の関係もなく開いてしまいましたね。はい、そしてここをタッチすると、はい、正常してしまいました。ということから、
このキーポーチ、現状では全く電波を遮断することができていないという結論になってしまいました。このキーポーチですね、今この中を見ているんですけども、特別何かどこかが破損して穴が開いているっていうようなこともなさそうです。にもかかわらずドアの解錠施錠はできてしまったとということですので、やはりちょっとねこれでは防犯対策とはならないですね。はい、次にご用意したのはこちらです。アルミホイルです。このアルミホイルで実際にスマートキーを包んで電波を遮断することができるのかということを検証していきます。はい、ではこれにスマートキーを包みます。はい、完全に包みました。さあこれで実際にどうでしょうか。反応しませんね。反応しません。本当に全く今回は完全に電波を遮断することができているようです。先ほどのですねこのスマートキー、電波を遮断することができなかったんですけども、ただ簡単な構造でこのように蓋をマジックテープで留めるだけとなっていますので、わずかに電波が漏れているのではと僕は考えています。まあこのあたりはちょっと僕も確信は持てませんけどね。はい、このアルミホイル、こちらはですね見事に電波を遮断することができました。ということでキーポーチと同じようにこの蓋をね、蓋のようにこれにほんのわずかなだけ隙間を開けてみて、それでもやはり電波を遮断することができるのかということを検証していきます。今こうやって開いた状態、ウェルカムランプが光りましたね。開いた途端ウェルカムランプが光りました。電波が今こちらに向かって飛んで車を受け取ることができています。それではまずはこのように包んで、ちょっとねこちら隙間が空いている状態です。4方向のうち左右と下側だけアルミホイルを折り返して電波を遮断しました。そしてこの上側ね、上側は空いている状態です。はい、これではどうでしょう。反応しませんね。結構ねこの間は空いてはいるんですけども、反応しません。はい、今ここね隙間が空いていますけども、ウェルカムランプもついていませんし、もちろん解錠もしません。それではどのあたりでどこまで開くとこのウェルカムランプが光るのかというところを見ていきます。結構ここは開いてはいるんですけど、それでも反応はしませんね。まだ反応はしません。ただもうほんとここにアルミホイルの上にスマートキーを乗せてパタンと、あ、今やっと光りましたね。この状態でやっと光りました、ウェルカムランプが。ということは、あら、まだ解錠、やっぱりこの辺り不安定なようです。ウェルカムランプが一瞬光りましたので解錠するかなと思いましたけど開きません。これはだいぶ電波の状態が不安定なんでしょうね。あ、今つきました。不安定なようです。ここまで少
少しペタッと閉じるとウェルカムランプが消えて、今つきましたね。まあもちろんこうやって開いてしまえばね光りますけど、はい、以上ですね。このアルミホイルを使った実験ではしっかりと包めば電波を完全に遮断することができるという結果となりました。このねアルミホイルで包んだスマートキー、ご覧のように電波をしっかりと遮断することができています。こちらのウェルカムランプも光っていませんよね。はい、それではちょっと少し開いていきますね。はい、まだキーは反応しませんね。あ、今つきました。まあ、ここがこのように開いているもんですからこれで光りましたね。はい、今回のこのキーポーチとアルミホイルを使った実験で分かったことはですね、やはりキーポーチで電波を完全に遮断することは難しいのかもしれません。ということからですね、この NX もちろんフルモデルチェンジした RX もですけども、この2社に限ってはやはりリレーアタック対策ということに関してはやはりレクサスアプリでの指導ロック、そしてまあこれは RX、NX 以外でもできることですけどもね、もちろんトヨタ車でも新しい車であればこのスマートキーを使った節電モードというのがリレーアタック対策としてはこの2つが有効だと思います。ただですね、やはりレクサスアプリでの指導ロックができない車、そしてこのスマートキーに節電モードが使えないという車であれば、やはりこういったキーポーチを使っていただいて中にキーを入れて電波を遮断していただきたいと思います。ただ今回のこの僕が使っているこのキーポーチに関しては電波を遮断することができませんでした。ですのでこういったキーポーチをお使いの方はですね、ぜひ一度このキーを中に入れていただいて本当に電波を遮断することができているのかいないのかということをぜひ確認していただきたいと思います。せっかくねキーポーチを準備していただいても電波を遮断することができていないのでは全く無意味ですからね。はい、ただですね、ご自宅に帰宅されてレクサスアプリでの指導ロック、もしくはスマートキーを使った節電モード、これらをね毎回操作するのが面倒だよという方であれば、おすすめはやはり何かしらの箱に入れて電波を遮断するというのが良いと思います。では実際にどういった箱に入れるのがいいのか、電波を遮断することができるのかというところを次の検証としていきます。それでは次のその検証に進みます。検証の方法はですね、このスマートキーを今から各種箱に入れてこのようにドアが解錠施錠してしまうのか、もしくは反応しないのかというところを見ていきます。はい、それでは検証する箱の材質というものがこちらです。はい、順番に見ていきますね。はい、はい、まずこちらが金属製の箱です。そしてこちら、これ半合なんですけどね、これはアルミ製です。そしてこちらが木製の箱、さらに瓶ですね、瓶なんですけども、こちらは上は金属、そしてこちらは瓶、同じく瓶なんですけども上はプラスチックです。はい、ではこの以上の5つを使って実際にスマートキーを節電モードにせずですね、そのままの時に電波を遮断することができるのかということを検証していきます。はい、今はですねこのカメラの位置とあのセンサーがあるドアノブですよね、右リアドアノブで1メートル以上の距離があります。ですので70センチ以上となっていますので反応しない距離となっています。この状態からまずはこちら第1弾はこの金属の箱です。
この金属の箱にスマートキーを入れてロックしました。はい、ではこの状態でどうでしょうか。反応しませんね。反応していません。はい、反応しません。ということで金属製の箱の場合にはちゃんと電波を遮断できているということが分かりました。はい、次はこちら、飯盒です。この飯盒はアルミ製になります。はい、この飯盒の中にスマートキーを入れて、中蓋を閉じて、蓋を閉じて、はい、ではアルミ製の場合はどうでしょうか。はい、反応しませんね。はい、反応しませんでした。では中蓋を取ってみたらどうでしょうか。中蓋が結構きっちりと閉まってますけども、はい、ではこの状態で、うん、反応しませんね。はい、ということでアルミ製であれば大丈夫だということが分かりました。はい、次に実験するのはこちら、木製の箱です。ガントリーブラウン、クマちゃんの可愛い箱です。はい、ではこちらにキーを入れて閉じて、はい、どうでしょう。開きましたね。開いてしまいました。木製の箱では電波を遮断することができませんでした。はい、施錠もできましたので、これでね、分かったのは木製の箱の場合には遮断をすることができなかったということです。はい、続いてはこちら、瓶です。瓶ですけども、この蓋はプラスチック製になります。はい、じゃあここの中に入れて、はい、閉じました。はい、ではこの場合はどうでしょう。開いてしまいました。はい、そして施錠もできましたね。ということで瓶、プラスチック製の蓋の場合には電波を遮断することはできなかったということになります。では最後にですね、こちらです。同じく瓶ですけども、はい、最後になりましたけども、こちらです。瓶ですけども、今度は金属製の蓋になります。金属製の蓋と瓶の場合はどうでしょうか。しっかり閉じて、でこの状態では反応しましたね。はい、やはり金属製の箱でも、はい、このように電波を遮断することはできなかったということになりました。これで分かったのは、やはり蓋がいくら金属製であっても瓶は電波を通してしまうということが、これではっきりと分かりましたね。はい、これで全ての箱での実験が終わりました。ただ一つですね、気になるのが、このスマートキー、全ての方向に対して360度に対して電波が出ていると思うんですよね。ではその電波の方向を遮ってしまったらどうなのかというところです。はい、まあこの金属製の箱の場合ですけども、例えばですよ、こうやって入れてこのようにした場合、車のセンサーに向けて電波を遮断して、こちら蓋を開けた状態であれば、こういう状態であれば、このまさにカメラ方向に向かって電波は飛んでいますよね。あくまでもそのセンサーの方向に向けて遮断した場合はどうなのかというところを検証していきます。これによってこの箱でもやはり蓋付きの方がいいのか、もしくは別になくても大丈夫なのか、車の方向にさえ遮断をすれば、電波を遮断すれば大丈夫なのかということが分かると思います。はい、ではこの状態で
見ていきます。はい、反応してしまいました反応してしまいました、まあ、もしくはちょっとやり方がいけないのかもしれないですけど、反応してしまいましたね。はい、これでもうあの施錠もできましたので、はい、ではこのようにきっちりと閉じた場合は反応しませんので、やはり蓋をして全方向に対して電波を遮断しないといけないということになりましたね。はい、もう一度やってみます。このように箱を開けてこの状態で反応しますもんね。ただね、ちょっとこれ箱がとても小さいものですから、先ほど電波を遮断することができた飯盒、アルミ製の飯盒でも再度してみます。では飯盒にキーを入れてドアノブのセンサーに向けて遮断をした状態ではどうなのか。反応しないですね。やはりこれだけ深さがあると、だいたいこの飯盒15センチほど深さがあるんですけども、これほど深いと反応はしないようです。はい、まあ、今回の実験の結果から分かることは、やはりこういったちゃんと鉄なりアルミの箱に入れてですね、しっかりと電波を遮断してやる、もしくはちょっとひと手間ですけども節電モードにするとということですよね。この状態であればやはり反応はしませんので、ちゃんと箱に入れてリレーアタック対策をしていただくか、もしくは繰り返しになりますけども、このロックボタンを押しながら反ロックボタンを2回押す、この状態であればもう節電モードになって、ここからは電気スマートキーからは電波は出ていませんので反応はしません。そしてこれを解除するにはアンロックボタンを押して解除をしていただくと、まあひと手間ですけど、まあちょっとしたことでね、盗難対策というものができますので、ぜひ皆さんにしていただきたいと思います。今回この新型 NX ではですね、ナビも一新されて新しいシステムが導入されました。リレーアタック対策としてスマホでの指導ロックというものが装備されました。ただやはりそれでも不十分ということにもなり得ますので、このスマートキーを使った節電モード、そしてこういった箱を使って同様の状態、節電モードではないにしろ電波を遮断する状況を意図的に作ると、そしてそれに付随して各種材質、箱の材質の違いによる実験というものをさせていただきました。これをね、ぜひ参考になさっていただいて盗難対策をぜひしていただきたいと思います。大切な愛車ですからね、盗難などされないように、良いカーライフを送れるようにしていただきたいと思います。はい、では今回の動画はこれで終わりとなります。最後までご視聴ありがとうございました。